まあ、フィリピン人された方から、食べ物に当たったんですということですね。で、結構これはよく聞きますね。アメーバ赤痢ですね。僕もセブでなったことあるんですけども、アメーバにやられてしまうと。で、コレラとかいうのもありますし、外食とか、まあ、屋台でっていうことで、まあ、基本的に日本人の、胃腸はそんなに、まあ、強くないというか、東南アジアで結構やられてしまうという人が多いので、まあ、自信なければ屋台とかストリートフードはなるべく避けるってことと、まあローカルの店ですね。フィリピン人しか食べないような店っていうのはちょっと避けるっていうのと、あと水ですね、一番は。水、水道水もちろん飲まないのは当然なんですけれども、たまにですね、外食のチェーン店でもですね、水、ミネラルウォーターが切れている時に水道水出してくることがあるんですよ。で、これで当たってしまうってことがあるので、要は出されるお冷やは飲まないようにした方がいいと思います。あと氷ですね。ビール氷入れて飲むんですけども、僕も好きなんですけど、あれは避けた方がいいです。海外移住された方からですね。